軽率な言葉は使いたくないもんです。特に視聴率爆死なんて言葉を使いたがる記事にはくれぐれも翻弄されず、いつも言うように見たいものを見る。特にヤマピーがドラマに戻ってきたことを喜んでいる方だとするならば。どうも、カバシンです。テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。さて本日はブルーモーメント5話予告考察です。ソフトボール大の氷が人々を襲う。さらにノームが現場を包み込む事態に。そんな中、送り込まれた新メンバー沢渡によって明らかにされる SDM の弱点とは何か。でもここは一気にたどり着いたら面白くなくなるジレンマにも研究する。災害救急時のとてつもなく過酷な映像とのコラボ、そして現実のサバイバル術とでもいうか、気象にまつわる具体的な知識、例えばドクター X の時のように説明が図解で入るといいのかもしれない。おそらく漫画ならそこだけゆっくり読めるのが武器になりそうでもあるよね。ちょっとイメージがコードブルー先行だったのがここへ来てマイナスイメージ。もっと言うなら意識した内容が出過ぎてるのは確かにある。しかも最近のドラマ全体に言えることだけど、公式サイトや特にブルーモーメントなら FOD の情報を含めてあらかじめ分かりすぎてる。そして批判記事が多すぎて、その世間一般の意見を集めたかのようなものが感想になりつつある。うっせえわ。このあたりがむしろ後半の課題になるかもしれない。主役がかっこいい場面を見せ場を作ってほしいと思うし、そのあたりはもっと単純な方がいいとも思う。このことを踏まえて、総務大臣で真矢美樹さん演じる橘愛の夫、神奈川県警の沢渡が、あかりの生きている最後の姿を見たと春刊に声をかけてきた4話ラストから続く。沢渡が橘の推薦で SDM 警察班統括責任者として配属されてくるわけだけど、沢渡が SDM の問題をあぶり出して、なおかつ SDM 自体を潰すスパイだと全く隠すそぶりもなくメンバーに伝えるあたりに、ブルーモーメントのまた闇を感じるわけよ。さらにどうやら自分と妻、つまり橘愛は、あかりの行動によって人生を狂わされた、こういう謎の言葉もあるらしい。5話の気象予測では、春刊が巨大な氷が2時間以内に降る兆候を捉え、SDM 事案として出動する。しかし現場に到着すると地域に危険性が伝わっておらず、初動ミスを指摘する沢渡、避難誘導と市民の行動予測を的確に無線で指示する沢渡に驚く SDM メンバーという展開があるらしく、この辺りに見せ場と謎がさらにありそうでもあるよね。要避難エリアに住む妊婦が氷に当たり重傷という連絡が入るのは予告ティーザーにもあったんだけど、さらに降り注いだ氷の影響で濃霧に包まれ、それにより車両誘導中だった市の職員が事故で重篤な状態に。2人とも緊急で処置を受ける必要がある中で、両方を救おうとせず1人を確実に助けることを優先するべきだと春刊に伝える沢渡。ここからが予告ティーザーにもあったけど、このチームならやれるという春刊の決断に、ユーゴの「あなたは最後まで戦える人だと信じています」このセリフが合致するのか否か。しかしここまで実は全て公式で発表されているっていうのは、ちょっと確かに予告からの既視感になりそうでもあるんだよな。約6割方の内容が出てきてしまっているのが昨今のドラマの常識になってしまっているのも事実。アンチヒーローとかなかなか言葉では説明が出てきてないけど、画像も多いしね。ブルーモーメントに関してはこの途中とラストに控えることしか考察の余地がないのね。当然困難な霧と氷のダブルパンチを乗り越えるっていうことになるだろうけど、解決策として前回の突風の反対で風が吹くのを予測して、その時に病院へ搬送するとか、そういうことか。霧が晴れるということ、レーダーのエコーを読み切れるかみたいなとこかもしれない。ただ氷が降った後ということで救急車が使えないとするならば、空路、つまりヘリ搬送ということか。医療現場という意味ではカホさん演じる塩見の見せ場もありそうだし、
さらにそれでも陸路の必要性が強くあるなんていうことだとするならば、オフロードバイクか四駆で先導する丸山なんていう場面もあるかもしれない。また SDM の弱点克服に沢渡が一役買うという実はいい人っていう展開もあるとするならば、一体ブルーモーメントにおける明かりって何なんだろうかと思ってしまうので、善悪がはっきりするのはここでかな、もう少し先だろうか、この辺に歯がゆさとジレンマを感じさせようというのか。原作で沢渡がどんな感じなのか興味出てきたけど、やはり内容カンニングにならないようにドラマが終わってから読みたいな。ただ一説によると、ハルカンとアカリの関係はもう少し違うらしいんだよね。5話ラストはノームが綺麗にブルーモーメントというところか。もちろん5話も見るんだけど、やはりイップス同様に今期はほとほとドラマについての批判記事が多い。実は地上波のテレビドラマに批判記事がひどくなってきたのはやはり昨年秋から。もちろんその前にもあったんだけど、ここのところメディアがメディアを潰しているというか、もはやダメ出しを楽しむかのように、そういうコラムニストさんの書いたものがニュースになり、インプレッションも高い。またこれも再三言うように、このブルーモーメントがコードブルーと被るのはわかるけど、ヘリの場面のヤマピーは全部そう見えるほどあっちのドラマの印象が強いということだとするならば、コードブルーのシーズン4をやったらどんなニュースが出るか。それでもしまだやってるのかって感じ、ドクターヘリの体制は変わってきてるのにまだこれなんて反応がクローズアップされたら、ドラマ批判してる人たちはとうとう何でもかんでも反対したい系の潰し屋と言われかねなくなるかもしれない。軽率な言葉は使いたくないもんです。特に視聴率爆死なんて言葉を使いたがる記事にはくれぐれも翻弄されず、いつも言うように見たいものを見る。特にヤマピーがドラマに戻ってきたことを喜んでいる方だとするならば、それが当たり前でありたいところ。本当に誹謗中傷とか行き過ぎたコメントなんかするような人にならないでね。特に私のチャンネル見に来てくれている人だったらね。 YouTube があれこれ仕様変更しているせいか、私の動画の再生回数が伸びないのは決してドラマ人気がないこととイコールではないからね。テレビのことをネットで語るがラジオのように聞いてほしい Like a Radio。 今後もぜひチャンネル登録、高評価、楽しいコメントお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。それではまた。お相手はカバシンでした。スリタン See you. Adieu.